最愛の飼い主さんを亡くし行き場を失った一匹の猫が保護施設に連れてこられました。名前はシエナ。シエナは13歳の老猫です。猫の成長のスピードは人間とはかなり異なります。生後1ヶ月で人間の年齢でいうと1歳、1年で20歳程度に相当すると言われています。1歳齢以降は1年間におよそ4歳ずつ年を取るのだそうです。6歳齢で人間の40歳、16歳齢では人間の80歳に相当します。10歳齢以降の猫は人間の年齢では50歳代後半にあたり老猫となっていきます。シエナは人間の年齢だと68歳くらいです。そんなシエナはこれまでずっと一緒に暮らしてきた最愛の飼い主さんを失ったことで、とても寂しい気持ちを隠しきれず、施設に訪問者がやってくるたびにガラス窓へ駆け寄り手をかざしていました。老猫は子猫と違いなかなか引き取り手が現れません。13歳で保護施設に入ったシエナも新しい飼い主さんに出会うことができずにいたのです。シエナは何度もガラス窓に手をかざして愛情と関心が返ってくるのを待ちました。そして訪問者が興味を示してくれると、ガラス窓に体を押し付けて撫でてほしそうにするのです。それはまるで、ねえ一緒に暮らそうよと言っているかのようです。しかし訪問者はシエナと少し遊ぶといつも遠ざかっていきました。するとシエナは寂しそうな顔で訪問者を見送るのです。その様子は SNS で取り上げられました。そしてついにシエナの手に応えてくれる人が現れたのです。ある日シエナの情報を見たテリーさんが保護施設にやってきました。テリーさんがケージに近づくと、早速シエナが近づいてきていつものように手をかざしてきたのです。その姿はシエナが保護施設で手をかざす最後の姿となりました。その後シエナはテリーさんの家に迎えられ、新たにクロエと名付けられました。クロエはテリーさんの家に来て以来、ゴロゴロとハグが止まらなくなってしまいました。高齢のクロエですが、心の中は遊び心いっぱいの子猫のようです。クロエのお気に入りの場所は洗濯したばかりのタオルが入った箱。ここに一度入るとなかなか出ることはないほどのお気に入りのようです。そしてテリーさんがベッドに行くと、クロエはそっと寄り添い一緒に寝ます。そして朝になると愛情いっぱいの泣き声で起こしてくれるそうです。クロエがいれば寝坊する心配はないのだとか。14歳になったクロエは大好きなテリーさんと共に幸せな毎日を過ごしているそうです。こうして保護施設で手をかざし続けたクロエは、優しいテリーさんに出会うことができました。辛い別れを経験したクロエはついに新しい幸せを手に入れたのです。きっと天国にいる飼い主さんもクロエの幸せそうな姿に安心していることでしょう。以前に比べると現在は犬や猫の寿命も伸び長寿化しています。飼い主さんも年を重ね高齢になると、自らの病気や怪我などでペットを飼うことがままならなくなったり、長期の入院などの場合はペットの世話を誰かにお願いしなければならないといったさまざまな問題が起きてしまいます。ペットを飼う上で自分の年齢とペットの寿命を考慮することも大切なことなのかもしれませんね。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。